オーガスタチャンネルをご覧の皆さん、皆様、コイルでございます。はい、岡本貞義でございます。佐藤陽介です。はい、そんなコイルがですね、4月11日リリース、はい、カセットミュージックというね、その昔コイルがライブハウスでこう手売りしてたお土産音源のカセットテープに入ってた、 その音源をまとめたアルバムが出たわけですけれども、出たわけですよ、出るわけですけれども、はい、それに合わせてですね、はい、なんとユーストリームっていうんですか、うん、これをやるらしいじゃないですか。やります。4月の17、ここ綱島ロープランドスタジオからお届けするということに決まったんですけれどもね、はい、何しましょう、何しようかまずはとりあえず飲むか。そうだね、何してもいいんでしょ何してもいいよ。それをちょっと楽しみで、まあおしゃべりありの、飲みありの、うん、ライブもちろんありの、はい、ちょっとここだけの話予的なのももしかしたらあるかもしれないし、お友達呼んじゃう、誰電話くらいかけちゃう、まあじゃあテレフォンショッキング的なそういうことがやれるという聞いたんで、はい、楽しみなんですよ。でまだ内容はね、本当にまだこれから陽介とどうしようかね、こうしようかねって考えてやっていくんですけど、何聞くところによるとオーガスタでは初めて的な。そうみたいですね。ライブとかではね、もちろんなんかこう大掛かりな機材入れてこうやってやってるけど、こういうこじんまりしたホームパーティー的なところをこうお届けするユーストっていうのはなんか初めてらしくて、そうですね、ちょっとどんどんこれからちょっといろいろやっていきたいと思 う、ね、まず第1弾を、はい、カセットミュージックリリースに合わせて陽介が久しぶりに演奏を生で、何しようかな、ここにまたギター、これレアでしょ、陽介がギターを弾くっていう。1曲目なんだろう、これからいく、これ以上、そうそうそう、これね、俺たちが桜木町に住んでた、そう違うよね違うよね1曲目はやっぱ激しめな、こんなとこに言わずもないのにってやつでしょ、そう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 、これこれこれ、もう俺もうがむしゃらにやってたもん。そうでしょ、うん、違うっけ、それ違うな、なんだろう、何曲目で、あ、でもそういう人の曲やってもいいんでしょいいんか、そういう感じでですね、何が飛び出すかわからないコイルのユーストでございます。4月の17日、はい、そしてその前に1週間前ですね、4月11日には、カセットミュージック2枚組でリリースされます、はい、こちらもお楽しみに、そんなこんなのコイルのお知らせでした。どうも。